レースリングのパリ五輪出場権がかかるアフリカ・オセアニア予選は24日、エジプトのアレクサンドリアで行われ、サモア代表として出場した男子フリースタイル65キロ級の赤澤だけが3試合に勝って五輪出場権を獲得した。準決勝ではギニアビサウ選手を下した。上位2人に出場権が付与されるため、決勝は実施しない。東京都出身で33歳の赤澤は埼玉。 花咲徳春高時代に全国高校総体を制した。日大卒業後はロシアで練習し、五輪出場を目指して2017年にサモアに移住。昨年12月に国籍を変更した。左膝を痛めながら戦い抜き、支えてくれる人に感謝しかない。パリではメダルを取りに行く、と感慨深げに語った。